神のおぼしめしということで、第2回、命をつなぐもの、いつか来た道と。人という生物がですね、生き物全体の命を救おうとしているわけです。それは間違いありません。それはかつて空気中にあって命を保ってきた二酸化炭素ですね。CO2 ですが、これが生命の源ですね。私たちのご飯でありますが、これが少しずつ地中に溜まって石油や石炭になってきたわけです。そして37億年かけて、それがもうなくなって、地球のすべての命が終わりそうになった時に、どういうことか人間が登場して、地下から石油や石炭を掘り出して、二酸化炭素に戻し、自動車に乗ったり、エアコンをつけたりして、二酸化炭素に戻して、再び命輝く地球を取り戻そうとしています。かつて 95% もあった空気中の二酸化炭素はすでに 0.04% に減りましたけども、0.04 でも残っててよかったっていう感じですよね。当面これを 1% ぐらいまで増やせば、なんとか、地球もまともな地球に戻るというふうに思うんですが、この時に気温が上がるっていう人がいるんですね。で、コンピューターかなんかで計算なんかしてるんですけど、コンピューターで計算する必要は実はないんですよ。なぜないかっていうとですね、二酸化炭素が減るならですね、今まで我々が経験したことのない方向なんですけども、増える分にはですね、過去に戻るだけですから、いつか来た道なんですね。ですから、過去を調べればわかるんですね。この二酸化炭素が 0.04% が100年かけると、今一生懸命自動車乗ったりエアコンかけたりしてますよね。何にも対策を取らなければ 0.01% 増えて、0.05% になると言ってるわけですね。だけども、大体地球が生まれた時 95% ですしね、恐竜なんかが非常に活躍した頃は、結構多かったもんですからね、人によって少し差があるので、議論がこんなとこでつまんないとこで議論になると嫌なんですけど、1% ぐらいはあったわけですね。ですから、0.01% が 0.04% 現在のですね、それが増えて 0.05 になったところでですね、これはもう今まで私たちが通ってきた道なんですよ。95% が 0.04 に下がったんですからね。その途中で 0.05 を通ってるわけですから、別にコンピューターシミュレーションしなくたって過去を調べればわかるわけですよね。私たちは経験したことっていうのは大体大丈夫なんですよ。例えばだんだん成長していきますね。中学校から高校になる、高校から大学になる、また社会人になるっていうと、不安ですよね。自分はやっていけるだろうか不安ですけども、40歳ぐらいになった人が、38歳にちょっと帰りますってもですね、38歳の頃はどういうことだったか分かってますからね。だから、そうか、38歳ってこんなんだったなと思うだけですよ。つまり、いつか来た道に帰る分にはですね、我々はそれを知ってるし、その時にひどいことになったら、例えば、今温暖化して人類がダメになるなって言ってる人もいるんですけど、ダメになるぐらいだったら、我々が誕生してないじゃないですかね。変な話ですから。非常に大雑把に見ますとですね、恐竜が栄えてた頃、中生代なんですけど、これは地球は誠に正常で、生物が繁栄してたわけですね。その頃の二酸化炭素は 1% とか数%とか、いろいろ説があるんで、もうあんまり巻き込まれるの嫌だもんですから、数%ぐらいにしておきましょうか。100年間で 0.01% 増えてもですね、何にもならないですよ。それからもうちょっと、これはあんまり大雑把すぎると、恐竜時代まで戻るななんて言われちゃうといけないので、実際に 0.05% ぐらいだったっていうのは今から40万年ほど前なんですが、もちろん人類も誕生し、気温も現在よりか少しは暖かかったかもしれませんが、記録によるとほとんど変わりはありません。つまり未知のことなら心配ですが、いつか来た道をこれほど心配するっていうのはどうしてでしょうかね。まず二酸化炭素は生物の食べ物であるからなくなっては困る。かつて地球には二酸化炭素が 95% あった。恐竜なんかが栄えた時代は数パーセントあった。人類が誕生した時も今よりかかなり多かった。それ以来順調に、今まで人類が生まれてから大変だったとかね、そういう恐竜が焼き死んじゃったなんて話はないんですよ。それを無理やりコンピューターシミュレーションだけして過去の状態を明らかにしないわけですよね。これはもちろんこのブログで何回も言ってますように、地球温暖化ってのはもともと嘘で利権に基づいてやってますからね。ですから過去に、CO2 が二酸化炭素が多かった、その時はどういう状態だったか絶対に言わないんですよ。だけども私はね、せっかく神様が、もう生物が絶滅する瞬間に人間を登場させて二酸化炭素を増やし、1% か数%ぐらいまで持ってってくださいよと。それには今の状態でも1万年かかりますからね。100年で 0.01% しか増えないので、1万年かかんないと元の 1% っていうか、元のっていうかだいぶ減った状態にも戻らないわけです。その時までにこの気温大体分かってますけども、そんな生物が困り果てたなんていう気温は通っておりません。つまり元来た道に帰るんだから温暖化は心配ありませんよ、こういうことなんですね。これはお化けが怖いっつって子供を脅すのと似てるんですけどね、我々は大人ですからね。世界で日本だけが二酸化炭素の削減をやってるんですけども、それは子供騙しに引っかかってるのは日本人だけだと、こういう悲しい現実なんですね。